銀行に近寄らないよう措置を取っています。一体どういうことなのか。実際に銀行に来たという預金者が撮った映像を入手した。当局のものと見られる車が預金者の後についてきたとき、預金者が意を決して話しかけた。你自己拿这个行李箱跟着我啊！你装了，你装孙子！你警察你了不起了不起？你跟着我半个小时啊！你就是谁？尾行していたと見られる男性は、預金者の問いかけに全く答えようとはしない。你跑哪了？你不是牛逼吗？你跟着我啊！你是警察你了不起啊？你跟着我啊！你最好是警察。男性は何も言わず立ち去ったが、その後も預金者が移動すると再び尾行が続いたという。さて今回ですね、およそ8000億円が引き出せなくなった事件、関東民の癒着があった可能性を専門家は指摘しています。河南省で合計およそ8000億円の預金の引き出しができなくなった4つの銀行は、中国で孫鎮銀行と呼ばれる金融機関です。地元に密着した特定のエリア内だけでしか営業できない、日本でいうと信用金庫のようなものです。そのため店舗は3から11と小規模なものです。さらに日本経済新聞によりますと、中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は去年、銀行の営業拠点内の顧客からの預金の受け入れを禁止したそうです。ただ今回問題となった銀行はネットバンキングを通じて全国の個人から不法にお金を集めていたといいます。そのため被害は中国各地に拡大しているのです。中国情勢に詳しい神田外語大学の高齢の一郎教授によると、これまで中国共産党は腐敗撲滅を進めてきましたが、実は孫鎮銀行は国有系の金融機関と民間の投資家が資金を出して運営しているそうで、官と民の接点があると。コオロギさんは官民が絡むところは腐敗の多発地帯だと話しています。それが今回金額が大きかったことで事態が大きくなってしまったのではと分析しています。コオロギさんは銀行を事実上支配していた投資会社と地元当局が癒着していた可能性が高い、そして秋の中国共産党大会までに騒動を沈静化させることが最重要課題、故障、警察の捜査、地元当局者を処分し強制的に幕引きを図るだろう、それでも抗議活動をする者がいれば徹底的に取り締めるだろう、これが中国の常套手段だ。なるほど、稲田さん、だからこそああやって分かりやすいぐらいのことをするわけなんですね。いやでも言ったら被害者ですよね。まあ、100万円以下は今国が保証するで、まあ、その後も順次100万円以上のものを肩代わりしますよってアナウンスがあったんですけども、まあ不安じゃないですか、うん、じゃあその抗議する人たちに対して取る行動って、まあ、もちろん暴力行為に対しては取り締まりが必要かもしれないですけども、そこじゃない抗議に対してやっぱり寄り添う姿勢の方が大事ですし、そういった国の方が私信頼できると思うんですけども、アナウンスがちょっと怖いですよね。若新さん、党大会までに幕引きしたいということなんですね。まあこういったそのちょっと日本では考えられないような、まあその生活者とか絶対信頼を失ってはいけないような機関がすごいずさんだったとか癒着だっていうのは、まあ言い方悪いですけど、まあ、僕らがちょっとこう、まあ、イメージを持っている中国そのものだと思うんですけど、一つでもパッと変わってきたかなと思うのは、映ってる映像がほとんど個人が撮ったような動画ばっかりじゃないですか。つまりなんかその中国の社会の中ではジャーナリズムっていうのは天然には機能してる、それこういう問題も隠蔽されやすいし泣き寝られて泣き寝られてないと思っていたんですけど、やっぱインターネット社会っていうのは個人が映し出す事実っていうのがやっぱこう紛失していくっていうか、ここはやっぱり中国といえどもこういうものを全部は関与しきれないんでしょうね。そうやって一人一人がカメラを持って動画をアップできる時代に、中国という社会の中で民意っ